みんな。恐れるな、ダルマスカの王女よ。我らオキュリアはそなたのみを選んだ。シェバナルガン・ダルマスカ、力を求めるそなたの心、我らが聖なる力を導く。絶対の塔に眠る天陽の舞を求める。それは全ての浜関の母、力の源、覇王の遺産など眉から切り取られた欠片に過ぎぬ。あれほどの力が、そう救うべくレイスウォールを選んで剣を授けた。王は剣で眉を刻み、三つの浜関を得て覇王となった。その血を継ぐ者よ、父祖と同じ道を歩め。覇王の剣はそのために。レイス・ウォールとの古き契約はとうに力を失った。そなたとは新しき契約を結ぼう。キュウリアの代行者たる証に新たな契約の剣を授ける。天陽の舞を切り取って浜関を掴むのだ。覇王と同じ力を手にし、ベーネスを撃て。ベーネス、あなた方と同じオキュリアですね。
浜関は我らに選ばれし者のみが手にすべき力。だがベイネスは人間に浜関の秘密を教え、まがいものを作らせている。偽りの浜関を掲げる者どもを許してはならん。我らが授ける真の浜関をもって滅亡の罰に。滅亡。帝国を滅ぼせと。人の子は常に歴史を狂わせる。短すぎる生に焦り、くだらぬ欲望に駆られ、過ちを重ねつつ、滅びへとひた走るばかり。我ら不滅の王ケウリアが無知なる人の子を導き、時には罰を下してこなければリバリスは共に滅びていた。我ら不滅なる者には正しき歴史を定める義務がある。我らに選ばれし者には正しき歴史に逆らう者に罰を下す義務がある。王女よ、そなたは選ばれたのだ。国を奪った者どもに復讐を遂げ、救国の聖女となれ。選ばれし者の義務を果たせ。アーシェ！
何なんだよ、キュリアってわけわかんない命令ばっかでさ。言われた通り復讐するの？え？我々にも声だけは届いておりました。彼らは神にも等しい存在かもしれませんが、殿下、私は反対です。帝国といえど滅ぼすなど。あの、ドクターシドはどうなったんでしょう。ここに来るって言ってたのに。確かに遅すぎるな。ああ、気づくのが遅すぎた。奴は来ない。俺たちは引っかかったんだ。ドラクロワを思い出せ。アーシェに石を手に入れさせたい、そんな口ぶりだったろ。だから浜関を見せびらかし、ギルベガンの話で俺たちを呼び寄せて、アーシェとオキュリアが会うように仕向けた。でも、私たちが浜関を手に入れたら帝国の邪魔になりますよね。浜関同士がぶつかるのを見たいんじゃないのか。あいつの考えそうなことだ。天陽の繭を探すわ。歴史は人間が気づくもの。あいつの持論だった。オキュリアの石で動く歴史なんてあいつには我慢できないはずだ。あいつずっとベーネスと話してたんだな。
おかしくなったんじゃなかったんだ。アーシェ王女と和解し、ダルマスカの独立を認めるべきです。大戦を防ぐにはそれしか。必要な戦いだ。そもそも彼女の方こそ心から戦いを望んでいる。我が国への復讐をな。僕は違うと思います。アーシェさんはそんな人じゃない。幼いな。どうして決めつけるんですか。ならばガブラス、ケイが見極めろ。アーシェ王女が求めるものが平和か、あるいは闘争か、その目で確かめてこい。我が国への復讐を望むなら斬る。それでよろしゅうございますか。僕はあの人を信じてる。それにガブラス、ケイの目も。ケイにかけたい。ケイを信じる。よい。あんたの弟とは思えん甘さだ。ラサーはあれでよい。ん？どうしたベネス。おお、餌にかかったか。早いな。王女がお給料から剣を授かった。不滅の神々が導きたもう正しき歴史を守る聖女。その手には新たな浜石か。お給料の石など馬鹿力だけでろくに制御できん出来損ないだ。所詮実験材料に過ぎん。
あれのために国二つ攻めたのだぞ。ああ、犠牲には感謝しとるよ。おかげで人造浜石が完成した。優秀で確実な兵器だ。なあヴェーネス、わしはなかなかの弟子だろう。私は助言を与えたに過ぎない。あれを完成させたのは君たち人間の力だ。素晴らしいものだ。わずか6年で人間の情熱は想像も不可能を超えて進む。人生は短いんでな。あんたら不滅の存在と違ってもたもたできんのよ。ああ、踏みつぶしてでも進まなければ何も成し遂げられなかった。あんたの仕事はこれからだ。神を気取るオキューリアの意志を超えて歴史を人間の手に取り戻せ。そうだ、ギルベガヌにこもって不滅の時に停滞するゲルン王には歴史を導く資格などない。ベイ、君のために祈る。高みへとたどり着けるように。たどり着くさ。この私にふさわしい場所へな。天陽の眉は絶海の塔に眠るというが、心当たりは？
レダスに聞いてみようよ。あいつ他の線とかなんとか言ってたぞ。やつに借りを作るのはどうもな。何こだわってんだ。空賊同士仲良くしろよ。お説教とは偉くなったもんだな。
ああ、漁船でも何でも構わんから帆船を出せ。グロセアエンジンは使い物にならん。止まった船は捨ててこい。乗組員が助かればいい。リドル穴大爆風の付近で水上船団が遭難した。何の前触れもなく全機関停止。どうやら原因は強烈なミストの干渉だ。あの海域はヤクトだが、飛空艇どころか水上船まで行かれるとはな。イルベガンでの話を聞こうか。その顔だと当てが外れたようだが、やはりシドの言葉は嘘か。ええ、けれど真実も知りました。それに彼が何を目指しているかも。真珠の浜石が切れ端に過ぎんだと。不滅のオキュリアだか知らんが、厄介なものを。けれど覇王の剣で天陽の眉を砕けば、もう新しい石は出てこないわ。眉が全ての浜石の力の源だというなら、壊せば黄昏の破片も無力になるかもしれない。人造浜石には効果がないでしょうけれど。もう一つ道がある。契約の件で新しい石を切り出して、黄昏の破片や人造浜石に対抗さ。また石を使おうってやつがいたら俺が許さんよ。あんなもの捨てるに限る。どっちにしろまず天陽の眉を見つけろってことだろ。場所は絶海の塔だったよな。なんか知らないか、レダス。坊主、いい質問だ。ドラクロワで見つけたシドの研究資料にそれらしい記述があった。ナルドア海、リドルアナ大幕府、そして大灯台、その調査のために船団を送ったが遭難した。
話がつながったようだな。ナルドア海の大灯台こそ絶海の塔、船の機関を狂わせた強力なミストは天陽の眉の存在を示す何よりの証拠だ。そいつは結構だが、どうやって行く？あの海域はヤクトだ。お前の船に組み込んでみろ。ヤクト対応型の飛空石らしい。これもドラクロワでの戦利品かい。自分で使ったらどうだ。俺の船はビエルバ製でな、規格が合わん。シュトラールに会えばヤクトを飛べるはずだ。アーシェ王女、俺も同行させてもらう。構わんな。はい。ただ一つ教えてください。あなたはなぜそこまで。シトナブディス。故郷ですか。まあ、忘れられん場所ではあるな。
絶海の塔とはよく言ったものね。頂上に鋭いミストを感じるわ。眠っているのね、天陽の眉が。アーシェ王女、まだ迷っているようだが、眉にたどり着くまでに答えを出してくれ。もし私が浜石を手に入れて復讐する道を選んだら、後悔するのはあんただ。おいばん、俺にいまいちなことがあったらお前がシュトラールを飛ばせよ。万一ってなんだよ。いろいろあんのさ、俺は主人公だからな。後で操縦法も教えてやるよ。